霧デーコだ。朝霧デーコが教会の根源のはずだ。レートは電話を通じてのみ対話ができる。朝霧デーコを止められるのはもう君しかいない。あなたが黒猫さんだったのね。聞いてくれる？私、約束を破ったわけじゃないの。あの日、ここへ向かっていたのよ、本当に。でも途中で交通事故に遭って、そしてここに運び込まれて。偶然だけど隣のベッドにいたんだよ。もし私が目を覚ますのがもう少し早ければ。これは言い訳だよね。約束守れなかったのは事実だから、ごめんなさい。ごめんなさいって今更だよね。もう繰り返しつかないよね。もう私がここの住人になるのも時間の問題だと思うの。そうなったら黒猫さんと一緒にいるよ。私ならもう寂しくないよね。辛かったことも
それで忘れられる？you
あ、ばあちゃん、わかる？俺、たけしだよ。よかった。待ってて、みんなを呼んでくるから。父さん、母さん、ばあちゃんの意識が戻ったよ。私の部屋？私生きている？Thank you.